あ、さてさて今日はある女の子の恋のお話、略して恋バナの一席にお付き合いいただきます。時は2018年の夏、どこにでもある駅のプラットフォームに佇む女子高生3人組。ゆはね、京子さんのメガネの男の子に告白するのよ。無理、だって私は彼がメガネをしていること以外何も知らないのよ。恋してるんでしょ。してる。恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。無駄遣い。でもメガネくんに彼女いるかもしれないじゃん。恋してるんでしょ。してる。ベベン、そこへライバル到来。やってきたのはお嬢様風なお嬢様2人組。ごきげんよう。柴倉さん、お電車に間に合ったようですね。彼ったら今日もおメガネかけてお遅刻しないでお電車に乗れたのかしら。彼？もしやこのお嬢様メガネくんの？彼のお電車まだかしら。全喪失、お嬢様にはかなわない。いや、この戦勝てる。何故？本当のお嬢様は満員電車になんか乗らないものよ。おー、いやー、メガネ電車来た。え？むむ、ライバル多し。は？乗り遅れるな、乗りカバーよ。うん。今日も沈め通学電車、されど辛くはないんです。いつもの車両のいつもの場所で気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネな男の子。同じ車両の同じ時間にいつも見かける地味な見出し、シュッと決まった学ランに。メガネメガネの男の子、揺れる車内で今日が先駆け、第一ボタンをしっかり止めてる。メガネ猫背はついたまま、あメガネメガネの男の子。メガネを外してる。